はいどうも、富士です。謎解きメールの続きやっていきましょう。前回は、バイト先の人たちとね、メールしまして、どうやら店長は怪しいものにハマってるようです。で、新しく出た、メールボックスはこちら。中学の友達。なるほどね。主人公、これは高校生かな。行きましょう。ゆいちゃん。久しぶり。私の家にこれがたくさんあるんだけど、いる？何？ウスターソースじゃん。わざわざメールしてくれてあれだけど、中濃ソース派なんだよね。さあ次、田中くんかな。はい。ごめん、どうした？この前これ忘れちゃったんだけど、まだある？忘れたもの？普通に言ってくんない？だからこれはリスか？栗と、危ない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 、危ねえこのゲーム。任天堂さん、淫乱なゲームだよ。まあそれは置いといて、多分栗は関係ないね。うん、リス、リスで反対でスリッパ。はい、わかります。はい、スリッパでいいよね。うん、危なかった。もし違ったらどうしようかと思ったよ、アホ。さあ次、水島くん。最近どう？俺は仕事で毎日これ持ってってる。どうした急に。月か水曜日が糖だから水筒。やばい、今日冴えすぎ。やばいね、今日サクサクだね。うん、全然詰まってないな。水が糖になってるね。オッケー。次、斉藤。さっきテレビでやってて、これわかる？あ、テレビやってたの。ん ?1,2,3,4,5,6,7 っていう数字があって、アミナクジになってる。これさ、ただのアミナクジじゃない？まあまあいいや。1番が、これ M に行くね、M。2番が、O、だから MO、3番が R、4番が N。この時点で、モーンって感じなのかな。で、567、もうそこに NGI、もう入れ替えてイングのモーニングだね。OK、モーニング。正解！アミダくじで順番に辿っていくと、モーニングという単語になる。それしかないね。はい、次。ゆかり。暇だからクイズ作ってみた。やってみて。相当暇じゃん。まあ、グラムはキログラム、ミリリットルはリットル、ミリメートルはメートルね。なんかもう、クイズっていうか、なんか知識になってるね、ここまで来るとね。M でいいのかな、単純に。メートル。で、いいよね。違ったら恥ずかしいけど。あれ？違うの？あれ？メートルじゃないの？あ、違う。あれか？大文字か？合ってると思うんだけど、違うのこれ。だって、1000グラムが1キロでしょ？1000ミリリットル1リットル。1000ミリメートルが1メートル。違うの？あれ？そういう単位の入れ替えじゃないの？いや、考えすぎなのかな。単純に MM で考える。 MM で考えるとしたらあれしかない。アンチクラスススーパースター、マリリン・マンソン。これしかねえ。 This is a new seat。 怪我ゆっくり治してください。ヒント見るか。うん、マンソン様も今療養中だし。いや、知ってるよ知ってるよ。なんか考え方違った？もう一個見ていい？次の、何？単純に次の単位で良かったって話？何それ。いやでも数字書いてないから俺が考えすぎなんだわ、すいません。センチメートル、あーこれね。うん、今日祭りでこれやってきた。結構楽しい。イラストや、そしてもう一瞬でわかる。はい、輪投げ。輪を投げてるから輪投げ、輪投げなんですね。説明いらないか。はい、次、関口さん。これって食べられるの知ってた？私は無理。うん、谷谷谷谷、4谷、下に死体、死体。関口さん、そんなヤバい情報知れてたか。違うよね、これ結構むずくない？だけど関口さんの言ってる言葉も結構ヒントなんだよね。ギリギリ食べられるんだけど、まあ私は無理って言ってるから、結構下手者系なんじゃない？そういうヒントも持ちながら、なんだろうな、4つの谷、4谷。谷は英語でバレー。あ、待って、4つで、カルテット。わかった。カルテットバレー。なんだそれ。ヒント見ますか、これは。1個目。谷が4つ。4を別の読み方にしてみよう。フォーか。
カルテット、もう一個見よっかな。はい、し、え、やっぱり死体、違うわ。あ、逆だった。タニシ、タニシか。なるほどね。まあ確かにタニシはギリギリ食べられそうな感じする。だけど、わかるよ、テキスさん、俺も無理だ。さあ次、ワカメちゃん、急にサザエさん、最近飼い始めたペット、なんだと思う？もう鳥じゃん。いやでもわかるよ。うん。鳥が2羽いる。もうわかるよね。鶏ね。うん。それにしてもワカメちゃん、最近飼い始めたペットって言ってる添付ファイルに、これはないだろう。その鶏見せてくれ。さあ次、マイケル、急に外国人。実は、俺にはこれがあったんだ。ミドルネーム。添付ファイルがうぜえ。はい、ミドルネームね。そうか、マイケル、ミドルネームあったのか。すごくどうでもいいぞ。さあ、次最後かな。また外国人枠だ。ダニエル。ああ、これが食いたい。ボーガン。ボーガンじゃないよな。さすがにボーガン食えないもんな。え？棒銃。でも、撃ってるね。バン。ボーバン。バンボー。え？違うな。ボーが狙われてるんだよ。これ。もう撃たれてるんだよ。右の銃の言い方だよね。銃。ガン。棒銃。ボーガン。違う。棒銃、ボガン。ガンボー。銃棒。違うね。発砲とか。ボ発砲。違うな。なんだろう。いやけど、外国人のダニエルが、これが食いたいって言ってるぐらいだから、ボーガンだよ。だってダニエルさ、絶対ワイルドじゃん？ダニエルだし。だからきっと、腹が減って仕方がねえ。なん食うもねえか。あ、なんだこれ。こんなとこにちょうどいい。ボーガンがある。ボーガンでも食うとするか。あら、おっと。死んじまうな。わからん。ヒント、一個くれ。ボーを撃っている。あ、ボーを撃っているって考えてよかったのか。なるほど。ってなると、ボが狙われてる。え？ボ殺し。ボ殺しでもするか。なんもねえよ。ボを撃ちてな。ボを撃つ。ボを撃つ。うつぼだ。腹が減ったらこれに限るな。おう、うつぼだ。俺の好物はうつぼだ。だからってメールで言ってくんなよ。さあ、これで、このフォルダ終わったのかな？さあ、並べ替えのお時間だ。これは？お、ちょっとね、考えちゃう。これ、今回は、珍しく。ランタメスーン、結構、ん？わかんねえ。なんだこれ。え？インランクラスメイト？スイートランタン麺。それは違うようだ。知ってる。あれ、今回むずいぞ。なんだろう。結構わかんない。みんなわかった？え？ん、が多いんだよね。ヒント見るか。たまには。7番目の文字は、だ。なるほど。それだけちょっと覚えておこう。スイトンタンラーメン。どんなラーメンだよ。もっと欲しいな。そしたらわかんねえ、やっぱり。ん？ 2 番目んか。もう一個くれ。むずい。4番目がた。ははは。わかった。わかったよ。すげえ惜しかったんじゃん、俺。これか。悔しい。わかったらわかんのに、わかんなかったらわかんない。普通のことを言いました。